ずお前を幸せにする。のぼせ上がって誓ったくせに、俺は何にもできなかった。お前が死んだあの日が何百年になるだろう。お前を救う方法を探し求めてさまよった。結局どうにもならなかった。無駄な時だけが流れた。もうすぐこの世は終わる。世界は滅んで、みんな死んじまう。煌めきの都と来た。こういう思考はスノーの趣味か。趣味かどうかは分かりませんが、スノーの意向なのは確かです。このユスナーンの町が華やかな宴の都になったのは、町を支配しているスノーの命令ですから。もうすぐ世界が終わるから、最後ぐらいは楽しもうってことらしいんですが、最近スノーは宮殿に閉じこもっていて真意が分かりません。会いに行っても門前払いだろうな。この前は強引にやりすぎた。ライトさんがぶつかっていけばスノーも心を開くと思ったんですが、計算外でしたね。長い年月の間に人が変わってしまったんでしょうか。そう、変わってしまったのだろう。私が覚えているあいつはバカがつくほど正直で、裏表なく人を信じ、誰からも信頼されていた。そんな男だから妹のセラの夫に認めた。だが私が眠っている間、あいつは長すぎる歳月を生きてきた。逃れようのない滅亡を見つめ、希望が失われていくだけの数百年間、人の心が闇に染まるのに十分すぎる長さの時だ。よし、やっていきましょう。ファイナルファンタジー30、いや、ファイナルファンタジーライトニングリターンズ、やっていきたいと思います。中までたっぷり千早です。前回のパートも変なとこで切れてると思うんだ。さあ、ライトニングリターンズって難しいっすね。時間の制限があるからさ、一つのエリア集中して攻略ってできないですよね。サイドクエストとかも裏でやりながらやってるけど、それが今めちゃめちゃ苦戦しているところです。わけわかんなくなってる方も多いと思いますが、今回はユスナーンというところで動画撮っていきたいと思います。スタイは眺めるだけでリッチな気分になれる世界一豪華な建物なんだって。宮殿が建ってるのは新宅のエリアの一番奥だよな。あの辺りって観光客は入れたかな。ユスナーンには金持ちしか入れない地区があるらしいし。宮殿なんだもの、見るだけならタダでしょ。大丈夫よ、新宅のエリアに行ってみましょう。そうだな、行ってみればなんとかなるよな。新宅のエリアというのは金持ち向けの場所で、解放者だと自称する女性を指名手配中なんだったよ。舞踏会に乱入してスノー大使の命を狙ったらしいですが、うまく忍び込んでいる人もいるようです。
裏口があるらしいですね。ようこそ。今すげーいいもんゲットしたよね。これさ、攻撃力上がってる915のところのガード消したくないな。でもこの戦う消しちゃうと物理減っちゃうんだよね。あ、うん、あーガード外したくねえな。うん、まあ40くらいだったらいっか。エリアブラストは多分見てないけど分かる、13の時と同じ技だと思うから。あの範囲攻撃ですよね、範囲戦うですよね。まあ、軽く見て回っていきましょうか。この前武闘会に乗り込んだせいで解放者は指名手配されてます。宮殿ようこそ。これだけの人目を避けるのは難しいだろうな。いらっしゃい。ここは雑貨屋か。あー、うん、ポーションあるからいいや。さっきのも170、あ、いいのか。人目につくように動いて警備体制を混乱させる作戦ですね。わかりました。派手に立ち回ってください。魚料理どう。おー、ポーション2つ飲むよりかは1つ飲むよりかは安いのか。回復量はどうなんだろう。ポーション1個分と変わんないのかな。どうなんだろうね。こっちが、あ、チョコリーナさんどうも。行くべきは、これからデートするんです。待ってね、わけがわかんねえ。地図見てどこに行けばいいってだっけ。クエストメインでこれだね。新宅のエリアに行けばいいんですね。地図見ていきましょうね。新宅ここか。うん、まっすぐ行って中央行ってって感じか。別に有望なエリアにから行ってもいいんだな。結構あれが分かりにくいよね。地図が分かりにくいし、これいちいちマップ開かなきゃいけないからすげえ大変。あ、でもあれがグロ GP が足りねえ。かっこいい。いらっしゃい。お、ここは装具屋。お金がでも全然ないや。かっけえもうライトさん似合いすぎるだろう、いろいろと。あ、エリアブラストレベル2が最初からついてんだね。まあそんな高くないから買っちゃおうか。ライトさん FF13 の女性キャラかっこよさ部分は間違いなくナンバーワンだろうな。新宅のこの町で物を言う金の力なんだ。ブローカーさんに順に会ってけばいいんだね。このメダルとかってさ、売っちゃっていいやつなんですかね。ちょっと高く売れるけど。さてうん、これか。ユーモエリアの闘技大会があるらしい。ここは？どうホテルでは？どう敵？その輝きを奪い取る。可愛いやつ出てきたね。シュレディンガー。ファイヤーはそんな効かないっすね。じゃあ弱めて。通常攻撃もそんなに効かないっすね。じゃあサンダラはどう？あ、なんかよくわかんないけどノックアウトしとこう。でも攻撃ができない。オッケー。魂を綺麗だ。猫ジャッコ。猫ジャッコ。わざわざなんか出るってことは必要なものなのかな。宿はいいか。宮殿に潜入する方法を探しましょう。まずは新宅のエリアの状況を確認です。了解。ブローカーは後回しでいいのね。じゃあ新宅のエリアに行きましょう。こっ
ちかな。あ、てか矢印がよく見たら。ちょっと失礼。あなたこの辺り。スリ？いや、何も盗まれてはいないが。そうでしたか。よかった。で歩くときは気をつけて。あんたはやられたことがあるのか？ああ、いえ、私のことは気になさらんで。でも、もし何かを盗まれでもしたら、どうか私のところに来てください。うん？これは盗まれるフラグなのか？あれ敵か？おい、そこのお前！私か？そのバラ色の髪、まさか手配中の！ああ、よく見破ったな。私は解放者だ。大使の魂を奪いに来た。何をぼんやりしてる。私を倒せば手柄になるぞ。言われなくても打ち取ってくれるわ。挑発が効きましたね。さっさと来い。早速勝負です。勝てろ。このまま一気に行けー。まずは親衛隊撃破。プリン衛星兵とかいたな。昔戦ったかったわ。警備の人数がかなり多いね。うん。どっちから来たっけ。あ、なんかサイドクエストの男の子かな。演奏してくれないか。お姉さんがライトニングさんですか？なぜ私の名を。黒い服の子に聞いたんです。この曲をやってればライトニングお姉ちゃんが来るよって。ルミナか。そうそう、ルミナちゃん。そうだな、聞き覚えがある。何がおかしい。ルミナちゃんが言った通りになったんだ。ライトニングさんはきっと曲の続きを聞きたがる。その時はってね。あいつのことだ。演奏には条件があるんだな。正解。続きを聞きたかったら音楽の鳴る宝箱を探せって。宝箱の鍵は僕が預かってるよ。奇跡のトランペット。助走主題コーダを探してこなきゃいけないんだ。これは仕方ない。ルミナの遊びに付き合うか。え、この曲大使様に関係あるの？それは言えないな。演奏してくれたら教えてもいいな。その手には乗らないよ。条件をクリアしてもらわなくちゃ。じゃ、鍵を渡すね。音楽の鳴る宝箱を全部探したらまた来てよ。はーい。まあでも動画中ではやんないと思います。多分裏でやるやつです、これは。